を頼んだぞ、ケン。おじさん！おじさんが、おじさんが！おい、心配すんな。予定通りだ。死ぬのは5回目なんだぜ。人を驚かすボスの悪い癖さ。でも、こんな高いところから。ボスの好きな遊びじゃねえか。な。さあ、早くここから抜け出さないと、ボスに会う前に死んじまう。いけるな。これでいいんだよな、ボス。おじさんに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。一体いくつ仕掛けやがったんだ、あの野郎。ひどい。気にしてる暇はねえ。ほら、行くぞ。おっ、どうすんだこれ。デニちゃん、船と同じ要領だろ、こんなもん。なんとかなりそうだ。ここは俺が見てるから、パラシュートを探してきてくれ。どこかにあるはずだ。秋音さん、あなた何のために多額の顧問料をお支払いしてると思ってるの？面目ない。しかし、トメ君と小糸のお嬢さんは、私がこの手で。先生。お、後取りの地図工場様を、ないがしろにしてはまずいでしょう。いや、ただ、警部さんにもお話しした通り、気がついたらあそこにおったわけで、何が何だか。あの子にもしものことがあったら、このままやられてしまえば。奥様。こちらは私に任せて、お休みになってください。頼りにしてますわ、川田警部。は。さて、君の話も聞かせてもらおうか。お話と申しましても、気がついたら身動きもできず、秋音先生に助け出された次第で。なぜそうなったか思い出せないかね。このまま食べ続ければいずれ致死の毒。君は奥さんに言われてそれと知らずに毎日毎日。下手すりゃ君も共犯だ。何か思い出せたかい？いえ、何も。そうか。今は私ができることをやるしかない。どうだった？奥様の様子。奥様より地図工場様の方が心配よ。ほんと、警察も探偵も全然役に立たないんだから、能なしばかり。ねえ。お嬢様をお守りできるのは私しかいない。
トメでございます。お入り。失礼します。はあ、何それは。千鶴子の体のため。いいえ奥様、毒でございます。お嬢様のお体のためと奥様に言われ、毎日少しずつ私がお嬢様の食事に混ぜ続けていた毒。まあ恐ろしい。お前は千鶴子に毒を盛り続けてたの？奥様の言いつけ通りにです。せっかく取り寄せた良薬だったのにすり替えられたんだわ。食事を用意してたのは誰だったかしら。奥様、跡取り娘を殺そうとするなんて、なんと恐ろしい。とんだ使用人だこと。では警察をお呼びになりますか。そんな面倒をわざわざ。お前にはたった今暇を出します。今日までの給金に色をつけてあげましょう。田舎でなら商売くらいはできるでしょ。新しい世話係は私のように上手にできますでしょうか。お嬢様は繊細な方です。少しの味の変化も気づかれます。奥様と違って。私に暇を出されるならその足で警察へ行きます。このまま私をここへ置いておくならば、奥様の命が少しずつ削られていくでしょう。何が望み。お嬢様のために家を一軒ご用意ください。そして私をお嬢様にお付けください。責任を持ってお守りします。なんだ。左にしか曲がれねえ。頼むから町へは落ちるなよ。ケンジちゃん、ごめん、パラシュートが。わかってる。今は助かることだけを考えるんだ。落ち着いて、押し合わないで。落ち着いて建物の中へ避難してください。とにかくまずあなたがどけてください。困るんだよ、車を放置されちゃ。ああどうも、明智と言います。ま、探偵の。失礼しました。早く避難を。あれいつ落ちるか分かりません。はい。あ、明智さんは。僕は万が一海に落ちた時の手配を。もうなんとか海へ戻ったぞ。戻ってるわ。もし町へ落ちたら。心配すんな、
2周くらい持ちこたえれば無事に着水できるさ。確かこれを。まずいな。おい、まだ空の上など落ちるのか。眠らされてただけなんだ。こりゃ何としても海に着水しなきゃ失敗できねえぜ。チカ大丈夫？ケンリンちゃん、しっかり捕まってろよ。これは突っ込むぞ。また戻ってきたぞ。大変だ。あれにはたくさんの乗客が、皆さんのお力を貸してください。どうすりゃいいんだ。おい、手の空いてるもんはすぐに船を出せ。おめえたちは毛布を集めろ。救急車の手配もだ。落ちるぞ。おい、話したらおじさんみたいにどこかへ行っちゃう。よし、じゃあどっか行かないようしっかり捕まえてろ。まさか。大丈夫か。なんとか行けそうだ。沈んじまう前に行くぞ。静子くん、大丈夫か？明智さん。よかった。私。
おじさんは何も教えてくれない。おじさんの歩いてきた道を私はおじさんなしで歩いていく。ありがとうございます。ではすぐ病院へ。そんな、恐れ入ります。はい、明日早い時間に伺います。すみません。では今晩お嬢様をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。お嬢様。あら、そう、明智先生が。よかったこと。退院後こちらへはお連れするつもりはありませんから。お屋敷の件早めによろしくお願いします。わかったから、お下がり。そうですか、トーランの町に。そこで奇妙な事件に出くわしました。ある日本人がトーランの郊外で殺されたんです。彼は戦時中ある秘密の研究組織にいて、その組織には二重面相が関わっていたという話も耳にしました。おじさんが。そして書類を燃やした跡が見つかり、灰の中から燃え残った一片が発見されました。書類。誰が焼き捨てたのかは分かりませんが、僕はそれが二重面相に近づく手がかりだと思っている。何が書いてあったんですか？水の第四形態。水の第四形態。真実は誰も知らない姿をしていることもある。この水のように、冷やせば氷となり、熱すれば水蒸気となる。人は液体、固体、気体というありふれたその三つの姿に何ら疑いを持たないが、まだ知られていない四つ目の姿があったとしたら。何かわかりますか？意味なんてわからない。お嬢様によろしくね。え？退院したら一度はお嬢様こちらに顔見せにいらっしゃるんでしょ？さあどうかしら。じゃあ行くわね。二重面相はなぜ二度も千鶴子さんを狙ったんでしょうかね。お願いしますよ。どうなんでしょう。ねえ、あの車どこへ行くんですか？教えてよ。何もわかりません。お帰りください。ちょっとケチ。ああ、トメもうまくやったわよね。お嬢様の専属になってお屋敷を出て、口うるさい奥様からも解放されて。うらやましい。許さなくてよ。どうか安静に。さっさ。トメさんたら。大丈夫、擦り傷と捻挫だけだもの。よかった、本当によく小淵で。閉じ込められてた私。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。